広島手芸雑貨店レチェの向田です。大変ご無沙汰しております。先日チャンネル登録数が1万人を突破したので、1名の方に、お好きな作ってほしいアクセサリーをプレゼントするというキャンペーンを行いました。たくさんのご応募ありがとうございました。一つ一つちょっとコメント読みながらもうなんか涙が出そうでしたけど、はい、もう20日の締め切りから1週間ほど経ったので、その間にもうダイレクトメールメッセージでちょっとやり取りをもうしてまして、当選者の方は、もう決定しております。実はですね、その彼女はYouTube のまだ全然登録者数がもう10人にも満たない時からずっと見てくれてる方で、まあ、コメントもくれたりとか、もう本当に県外の方なんですけど、広島の方の実店舗の方にも遊びに来てくださったりと、本当にもう、一番最初の頃からの支えてくださってる、お客様であり視聴者でありという感じで、はい、まあ、いろんな厳しいご意見をいただくことも多々ありましたけど、まあ、それも本当ありがたいなと愛を感じておりました。はい、ということで、これからも YouTube はちょっとコツコツと配信していきたいと思うんですけど、まあ、イベントなんかこういろいろバタバタしてまして、なかなかこう配信できなかったりするので、リクエストにもなかなかこう対応できないという感じなんですけど、まあ、マイペースに、楽しいハンドメイドをお伝えしていけたらなと思っております。はい、温かく見守っていただけると嬉しいです。はい、そして実店舗の方なんですけど、こちらも本当にもう営業日がほとんどないような状態で、1ヶ月に多くて3回、11月に至っては11月7日土曜日しか開けないという、月に1回しか開けない本当に幻のお店になってしまいそうなんですけど、まあ、その分百貨店に出店してますので、そちらの方でしたら土曜日曜も入ってますので、遠方の方も、まあ、もしご都合が合えばぜひ会いにいらしてください。はい、ということで、今回ですね、以前からちょっと告知しております、こちらじゃん、レースの福袋、はい、期間限定1000円税抜きということは1080円なんですけど、本当は1300円税抜き、はい、1404円の、レースのセットなんですが、こちらがFacebook、Twitter、Instagram などで、ハッシュタグをつけて、ハッシュタグはレチェレース福袋、こちらですね、こちらをつけていただくと、さらに100円引きの900円税抜き972円でお買い上げできるというキャンペーンを行っております。はい、そのレースの福袋というのがこちらです。じゃん、ちょっとフィルムに入ってますので見えにくいと思うんですけど、30センチの長さが16本入ってます。はい、こちらはですね、余ったものとか切ったりしてないですわざわざこのレースの福袋のために新しいレースを、カットして作りました。中身はですねバラバラなんですけど、まあ、大体こんな感じのきなりのレースとか、こういった、はい、チュールのついたものだったりとか、ちょっとこれワンポイントでもすごい可愛いと思うんですよね。こういう細いものもありますし、デザイン性の高い、ちょっとこれ一番おすすめですね。これは結構な、はい、高価なクオリティの高いレースです。はい、こういったものとかもありますし、もちろんレチェの小売りのホームページの方で販売してないものがほぼですね、ほぼ入ってますので、もうこれだけ、なかなか多分福袋もうやらないと思いますレースこれカットするの結構な大変な、はい、作業ですので、こちらのレースね、一体何に使ったらいいのっていうことになると思うんですけど、そのあたりはYouTube の方で、ご紹介できたらなと思います。これがですね、この間今ホームページをリニューアル中なんですけど、そのカメラマンさんがこういった感じでガラスのコップとかにこうさらっとこうつけたらね、可愛いんじゃないのとかいう乙女なことを男性なんですけど言われてました。はい、全くその通りですアクセサリーとか手芸に使わなくてもインテリアの小物としても、まあ、例えば帽子とかにこんな風につけてもちょっとね、こうザーッとじゃなくても少しだけこうちょろっとつけてもいいですね。で、残ったまたちょろっとでまた別のことをするという、はい、手作り楽しいですね。ワクワクしますね。形
こう決まった方法とか決まりとかルールとかはないと思うので、自分の好きなように楽しいように、ハンドメイドな時間を一緒にこれからも皆さんと、楽しんでいけたらと思います。はい、お知らせがいっぱいで、もイベントも盛りだくさんなんですけど、そうですね、はい、とりあえずは、イベント頑張りたいと思います。でその間にちょっと YouTube を配信できれば配信していきたいと思います。はい、以上、広島手芸雑貨店レッチェの向田でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。